雨降ってきたかな。やばいな。大丈夫？今なんか雨が当たったような気がしたんだけど。いやちょっとね、今もうすぐ雨雲が近づいてるんでね、どうか微妙なんですけど、今からちょっとコンピュラージの方にですね行って、やっぱり降ってきてるよ。ちょっとアジサイでも撮ろうかなと。最近全然ね動画のネタがないんで、走りに来てないんでね、全然撮ろうとね、アジサイを撮りに行こうかと思うたんでございますけど、雨が来てますね。まあちょっと行けるだけ行ってみて、さっさと撤収しようかな。うわすげえ音だな。あーでもちょっと終わりかけっすね。くすんできちゃってるわ。よし、さてお参りしてから撮影しましょうかね。このお寺ね、何回も行ってますけど、すごいおすすめっすね。俺個人的には大好きなお寺の一つですね。おー、立派。いやーもうちょっと枯れ気味でしたね。残念、来るのが遅かったですね。ここはまだ咲いてるんですけどね、結構もう葉っぱ落ちちゃってるっていうか、花が落ちちゃってる感じですね。コンピュラ寺というより総光寺神社の境内にいっぱい咲いてるという感じですね。うん、結構花もあんまり咲いてないですね。今年はもしかしたらあんまり咲いてないのかな。久しぶりに来ましたけど、いいっすね。ここ好きっすわ。やっぱり雰囲気がね、最高なんですよね。杉林と、杉のね、この参道と。門も立派ですしね。仁王像もいますし。さあ帰ろう。雨降ってきたんでね。やばいやばい。トロ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 。ほんま静かだよな。全然、全くうるさくないもん。おじいさんと目が合った。